ルイジ・マストランジェロはイタリアの男子バレーボール選手。モットラ出身。ポジションはミドルブロッカー。元イタリア代表。1994年、セリエ A1 のクーヌヨに入団。翌年からセリエ B1、A2 のクラブで2シーズンプレイした後、1997年にクーヌヨへ復帰し、1999年のコッパイタリア優勝を経験した。 1999年5月28日、シドニーで行われたワールドリーグオーストラリア戦で代表デビューを果たし、イタリア代表として通算218試合に出場。2000年代のイタリアチームのミドルブロッカーとして活躍し、2003年を欧州選手権、2005年欧州選手権で2大会連続の優勝に貢献するとともにベストブロッカー賞を 受賞2004年ワールドリーグでもベストブロッカー賞を受賞した。1999年ワールドリーグ2001年ワールドリーグではベストサーバー賞を受賞した。オリンピックには3大会連続出場し、2000年シドニーオリンピックで銅メダル、2004年アテネオリンピックで銀メダル獲得に貢献した。2008年北京オリンピックでは準決勝で怪我を。 しながら3位決定戦に臨んだものの、ロシアに敗れた。2008年、A に降格したエムローマとの解雇問題により、所属先が決まらぬまま2008から2009シーズンを迎えたが、ターラントに移籍が決定。2009年、フルスのクーネオへ移籍した。2012年8月のロンドンオリンピックでは、4大会連続出場を果たし銅メダルを獲得した。 ありがとうございます。